どうも、みつでございます。今回はいじめ解決ポイントは〇〇〇っていうことで話をしていきます。で、僕のチャンネルなんですけども、いろんなことは話していくんですけど、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとですね、まあ動画が役立ったとか興味ある話だけでも聞いてもいいよっていう方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それじゃあ話していくんですけども、まあ、僕ですね、まあ小学校中学校高校大学とまあ出てるんですけども、そのいずれでもですね、どの段階でも全部身近にやっぱりいじめってあったんですよ。それでですね、まあ僕自身もそのまあ別の動画でもちょっと話したんですけど、まあいじめっていうまではいかないと思うんですけども、まあ嫌がらせというか、そのまあ僕のことを心よく思わないやつがまあいて、まあそいつとこう薄い取り巻きからこうなんかちょっと攻撃されたとか、まあそういう経験っていうのはあるんですよ。だからまあその自分も小中高大とまあ僕もそのまあなんていうんですか、嫌がらせみたいなことを受けてますし、まあ、周りでもその実際にいわゆるそのニュースとかでやってるいじめっていうものを受けてる人っていうのを見てるので、いじめが間近にあるっていう、まあ、そういう認識でちょっといるんで、でまあそれで話していきたいと思うんですけども、でどういうとこが原因になってるのかっていうのをちょっと思い出してみると、その自分と違う何か変わった点があるっていう人を攻撃してる人が多いんですよ。例えばですね、まあ何かその、まあ、例えば裸足で、その学校に来てるとか、まああとは何かその、なんていうんですかね、例えば、まあ例えば白髪が、若白髪がなんかあるとか、その、あとなんていうんですか、その顔の特徴ですよね。そういうなんか例えば目がすごく細いとか、まあ、傷跡があるとかほくろがあるとか、まあなんかあとはまあその男で言ったら女っぽい見た目とか、女の子だったらそのなんか髪型が短いとか、まあ見た目がその女性なんだけどもその男性に見えなくもないとか、なんかですね、このどっちかっていうとちょっと特徴があるっていう人に対して自分と違うっていうことで、こう攻撃してるっていうのが多かったように感じるんですよ。まあやっぱり、あとはですね、会社とかだと、その、なんて言うんですかね、自分の身の保身のために、その、なんて言うんですか、相手を悪者に仕立て上げるとか、まああとはなんて言うんですかね、その、相手を蹴落として自分が上に行くとか、まあ自分の立場を維持するとか、まあ、そういう部分でも、まあ、いじめとか嫌がらせって使われたりすると思うんですけども、まあですね、まあだから要するに、子供を経て大人になりますから、まあどういう教育受けたかとか、どういう考えを子供時代に持ってたかっていうことで、それが、社会人になってから、そういうのが結局つながってるわけですから、まあその時にですね、僕が思うのが、多様性を認めるっていうことが、足りないんじゃないかなって、そこが不十分っていうことが、いじめにつながってる部分が大きいんじゃないかなっていうふうに、思ってるんですね。でですね、まあ僕も、その学生時代にちょっと交通事故に遭ったことがあって、まあ結構大きな交通事故だったんで、まあ当日は救急車で運ばれたんで、当然学校に行けなかったんですよ。でその時にまあ必修の授業があって、まあ、必修なんでそれを取らないと、まあ、上に上がれないっていうものなんですよ。まあその学校名がどことかそういうのは特別言いませんけども、その時にですね、まあ、交通事故の証明書っていうのをもらって、まあそのコピーみたいなのをその先生に出したんですよ。これこれこういう理由でって言ったら、先生がそんな受け取らねえって言って受け取ってくれなかったんですよ。だから、まあ、その先生の中にもやっぱり、そういう人もいるんですよ。
だからですね、僕なんかは結局自分が大きな交通事故にあって、まあ体調も悪いのに先生に対してそういう態度取られたってなったら余計ショック受けるじゃないですか。だから、まあ、教員でも実際にやっぱりそういう方もいたんですよ。まあ、そういった時にですね、この多様性を養うっていうのにやっぱりですね、いろんな人にその自分の体験をその発表してもらう場っていうのがやっぱり必要だと思うんですよ。まあですね、僕もその先生じゃないんで詳しくはないですけども、何かですね、まあよくあれですよね、なんか高校とかだとこう卒業生が来てなんかみんなの前でこう発表したりしますよね。だけどですね、あれも例えば会社の社長になってるとか大企業の何か管理職とか、まああとは芸能人とか、なんかそういう人ばっかり多いように僕感じるんですよ。でもですね、まあそういう方の中にも挫折を経験してそれを克服して、まあ有名なりね、社会的地位を手に入れたっていう方もいますけど、まあそうじゃない方もいますし、その選び方においても一般的になんか有名だからとか大企業だからとか、やっぱりそういうことで選ぶのってどうなのかなっていうふうに思うわけですよ。だからですね、まあ例えばですけど、その LGBT の人にも話を聞くとか、まあ今はもう LGBT の話って人がいるっていうのも当たり前になってるじゃないですか。だから LGBT っていうと、LGBT の中にまあレズとかゲイとかバイとか、トランスジェンダーですかね、それにちょっと当てはまらない方っていうのもいるらしいんですよ。あとそのなんていうんですか、2つに当てはまるとか、だからあんまり LGBT っていうとちょっとですね、硬直化しすぎてしまうっていう面もあるようなんですけども、まあ、あとはですね、その有名な方とか社会的地位がある方だけじゃなくて、あとは公募してみるとか、まあ、有名な方呼ぶのもいいんですよ。だけど全部が全部じゃなくて、例えば自分がね、そういう何か大変な経験をしたことがあって、学生とか世の中のために自分の体験を発表したいっていう人はいませんかと、公募してみてもいいですよね。だからって誰でも彼でもね、そのみんなの前で話すっていうのはまずいでしょうから、それは当然面接もね、人選はとりあえず必要ですけども、なんかその有名な方とか社会的地位が一般的にある方ばっかりが来るっていうのはやっぱ僕違和感があるんですよ。あとはですね、その来てもらうってなると大変であれば聞きに行くとかっていうのもありですよね。まあそれ学校単位で聞きに行くとか、まああとはですね、別に強制じゃなくてこういうねお話を聞く機会があるから興味ある人は行ったらどうでしょうかっていう、まあ、そういうお知らせとかでもいいじゃないですか。強制であれば結局聞いてどうだっていうレポートとかそういうのもねあって、その学校が例えばね、その月曜から金曜とか月曜から土曜の午前中とかあって、その他にね日曜祝日聞きに行くってなると大変ですから、まあ、それ強制されたら困るっていう方も当然いますから、まあ、例えば任意でこういうねためになるお話があるっていう、そういう情報提供をするとか、そういうのもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。どうしても自分の考えだけが正しいってなると、それと違う人をバカにしていじめたりとか、やっぱりですね、そういう低レベルな考えっていうのがどん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 やっぱ蔓延しちゃって大変な問題になるっていう部分があると思うんですよ。だからですね、まあ、今回みたいな考えっていうのが、まあ、ちょっとでも広がっていけばいいのかなっていうふうに思いますね。まあ、僕もね、そういうこともあって、まあ、なるべくいろんな人のね、話を聞きに行ったりしてるっていうのも、あるんですけどもね。今回はそんな感じになりますので、それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。